小槌チャンネルいつも来てくれてありがとうございます。チャンネル登録してくれると大変嬉しいなと思います。なんかお札の話題をしてるだけでこんな、ね、ややこしいことだったんですけども。ね、そうやね、ノートン一世の話したり、芦原将軍の話したけども、うん、これがね、まあ、戦後にはね、うん、自分が天皇やっていうのを、うん、自称した人は10人ぐらいおるらしい。結構いますね。うん、その中で一番有名なのが熊沢天皇っていう。熊沢天皇。熊沢博道っていう人やねんけどね。これはもともとが徴兵に取られて、うん、でその後帰ってきてから盆山の学校行って、お坊さんね、で浄土宗の西山派っていうとこの盆山になったんやけども、それがもう途中でまあやめてしまう、元族って向かへんかったですね。向かへん。それで名古屋で雑貨商をしたんや。雑貨屋さん。雑貨屋さん。ね、これがまたうまいこといかんかったわけ、ね。あ、ダメだったんですね。でこれのもともとねこの人の親、うん、親言ってもほんまの親とってね、この人は養子に来てるんやけども、その親がね自分とこの家は代々亀山天皇って言って南北朝の南朝、要するに室町時代までその南朝の五亀山天皇の孫が、うん、ほんまの天皇ではない 南天皇っていうんかな、なんかもう称してたっていう、それの系統やっていうわけや。あ、なるほど、根拠があったと。うん、で言うて常々言うてて、うん、でその親、これ熊沢 なんとか難しい、大善とか言って広しかというらしいけど、けどこの人が言うてたわけや。ほうほう、それを思い出して、でその親自体も、明治政府に対して、今のその天皇家は、うん、北朝側や。北朝ね。ほんで南朝正統論って昔から水戸光圀に北畑塚家さんのやつ。そう。ほんでわしとこは南朝の正統やと言うて上奏したりして無視されたまだその最初の頃やから、まあ不敬罪までいかへんだろうな、そういうことを言うてて、まあ調査やらはしてたやろうけども、ほんでそれを思い出して、で結局戦後になって GHQ になって、GHQ に今度は自分がその南朝の正統の天皇やと、いうのを願い出たわけな。あ、GHQ に。なるほど。マッカーサーに。ほんで、ほんでマッカーサーのその通訳担当のっていうか翻訳の担当の記者が、部下が面白がって、その話を、ライフの記者に、友達にライフの記者がおって、それに話したやん。そのライフの記者がまた面白がって、わざわざ日本へ来て、で5時間ぐらい男と取材をしたわけな。でその時 GHQ の将校なんかにも案内してもらって取材してるわけ、でそれをライフで大々的に取り上げたわけ。それでむちゃくちゃ有名だったよな。なんかね、同じような、まあ、パターンとしてはみんな ね似たようなことやね、でこれが実際に自分は118代の天皇に即位したんやという。ほう。でこれが戦争の前なんかにそういう即位したとかいうのは言うてるわけやけど、自分では。ほうほう。ほんでそういうのは同じようなこと言うやつがやっぱり戦争中とか現れてくるんやな。ほんでそれでその南朝型のその天皇の埋蔵金が欧州にあると。欧州というのは東北に。ああ、そうなんですか。でそういう連中とその埋蔵金探ししたりもしたり。普通は吉野とかじゃないんですかね。ねえ。じゃないのかな。もう特に吉野、の埋蔵金とかいうのも、東北やとかいう、ですぐなんか東北に隠してるとかいうの。なぜそんな南朝型が遠いとか嫌なんだろう。いう気がしますけど。そう。だからまあ、やっぱりその古代妄想郷なんやろな。なるほど。そういうことを言うとね、またね、それをその、利用しようというやつがいっぱい出てくる。ああ、そうでしょうね。うん。それで有名な右翼で児玉義雄とかもう一人右翼上がりは結局競輪なんの協定の笹山っていう、笹川良一っておるやん。笹川良一の自称秘書っていうやつが、これをもう熱心に推して、でもう死ぬまで面倒みたいな。もう自称秘書っていうのが面白いですね。自称秘書が、この熊沢天皇を盛り立てて秘書天皇を、いろいろ動いたみたい。なるほど。それでまあそうやけども、熊沢天皇自体はもう最後の方はほんまの長屋みたいなとこに住んだりして、細々とは暮らしてるわけけど、なるほど。
うん、そやけどあの亡くなる時なんかは葬式なんかもみんなその笹川良一の秘書が、うん、あのやったみたいよね。ちなみに、ね、うん、住民の反応はどうやったんですか。結局それも結構あの最初の頃は面白がられたんやけど、で GHQ 自体も天皇をあの天皇制をどうするかっていうのでもあの悩んでた時やから、結構その話が受けてたわけやな。だけども完全にあの要するに天皇制をそのまま認めるっていうことになったわけよ。ああそうですね。ほっとあの熱がまあ皆冷めたわけやな周りも。なるほど。ただ笹川の師匠だけは最後まで面倒見てて、うん、でしかもその選挙なんかにも新しい党を作って、そこから出馬せとか言うて消しかけたりして。なるほど。もちろん落選はすごい。落選でしょうな。受かったら怖いですもん。落選したら落選したで、まあ今のアメリカの大統領みたいに訴訟してみたり、うん、訴訟したりで結局天皇制を廃止せえって言ってるのは共産党やから、最後は共産党の支持に回ってなるほど。なんかね昭和天皇に退位しろと思ったんですよ。そうそうそう。ほんであの昭和天皇が巡行、戦後その日本に、あの天皇なんて天皇さんの顔なんて見たこともない人間がおるから、親しまれるように日本中旅行して歩いたかな、巡行っていうか、ほらそうですね。それを追いかけて、ほんで早退位せとか、わしがあの政党やとかいうのであの改憲を求めたり、そのためにまあ拒否されるわな当然。拒否したんですね、無視なんで。うん、で最後はね、その天皇を相手取って、天皇に対するようにっていうその訴訟を起こしてんだよな。そんな訴訟って無効じゃないですかね。うん、それからその訴訟は、あの門前払いで、訴訟になじまないっていうことでしょうね。皇位継承に関する訴訟なんて、ね、うん、そのうちはやりかねるってことでしょう、うん、言うて門前払いはされてるわけだけどな、うん、そんなことまでしてるわけだ。しかしね、やっぱこういう人で有名になるパターンは新聞社か雑誌が絡んでますね、うんうん、そうそう。ほんでね、新聞社とかね、そういうとこはね、うん、それを利用してね、うん、あの自分らがちょっと言いたいことをそいつに言わしたりするわけ、ね、ありますね、そういうのって、うん、なんかね、そういう思想言わせるのに漫画のキャラクター言わせたりしますから、うん、ほんでネタがなくなったら使うわけな、うんうん、なるほど。ネタのない時にはちょっとまたあいつになんかあの会見あのなんか言わそうかっていうような。ということは逆にこういう人が出てくるのは平和の証拠かもしれませんな、うん、意外とね。だけどまあ面白い時代があったもんやな、ね、うん、意外とこの人知らん人多いですね。もうそらこの戦後すぐなんかは日本中誰でも知ってる人やって、うん、あ、小泉さん若い頃は有名やったんですか。僕らの頃でもまだその話がちょっと残ってたぐらいやから、なんて言ってました、親とかは。いやもうそらアホな人がおるっていう話やな、まあ、そういう派と うちらは、はい、の親は割と良識派やったから。そうなんですね。まあそういう派がほとんどやけど一部あ面白いという人が出てくるのが面白いと、うんうん、まあそういう、なるほど、そういうなとこ、まあね、いろんな人世の中いますね、うん、ね、意外と支持されるっていうのがちょっと面白いもんですね。そうそう、そういうのはあの人気が出てくると必ずそあのミーハーっていうか、うん、わけわからんでも支持するとかね、うん、半分信じるやつが出てきたりね。今やったらね、新聞やテレビじゃなくて、うん、YouTube の方に行きそうですな。でしかも水戸光圀が南朝政党派や言うたやつを、うんうんうん、今でも右翼なんか信じてるやつもおるわけやしな、ほう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 。まあそういえばですね、うん、地球なんかもそういう、うん、何でしたっけ、地動説じゃなくて天動説、いまだに信用しますから、らしいね、ね、そういうグループ今あるらしいですね、うん、だからもう何でもありやな世の中は。まあ昔やったらそういう新聞でちょっとネタにされるぐらいやけど、今やったら YouTube とか上げるんで、うんうん、そう同じ考えの人間が集まりやすくなってるんです。なるほど。そういう考えるとね、こういうつながりっていうのは人間の考えってそんな変わらないですね。そうやね、うん、面白いところです。だからまたそのうちそういうのが出てくるじゃん。そらアメリカの、ね、なあれ大統領、ね、トランプですか。トランプなんかそのうち何歩やってもあの大統領もう一回出るとか言ってるけども、なれへんだら皇帝宣言するから、いやそれトランプ皇帝バイデン大統領になるんですか。これであの第二次南北戦争とか。いや、うん、いやそれちょっとありえそうで怖いですね。ね、なんか、じゃ あのトランプ派はトランプ皇帝、トランプ国について、うん、でバイデン派はバイデン共和国、うん、あ合衆国に作った、うん、南北戦争の再現第二次。そうならんよ
常に平和的な あの少数見たらね、やってもおかしないような話だなと思うよね。前回ヒラリーの時はなかったのにね、今回そんなあるんですかね。まあ、そうならないように平和な社会を望んでおります。皆様いかが思われましたでしょうか。いつも見てくれてありがとうございます。また会いましょう。バイバイ。